一歳シェア一イ歳イシュアは、ドイツとイスラエルの地で活動したユダヤ系の数学者。ヘブライ語での発音は、イッシャイシュール。ポーランドの模擬旅府県模擬旅フで、ユダヤ系ドイツ人の子として生まれる。ベルリンで学び、1901年に博士号を取得。1903年に講師となり、盆滞在を経て、1919年に教授となる。現在ベラルーシ領となっている。 ロシア帝国の一部で生まれ、ラトビアでも育ったが、自分自身をユダヤ人というよりはむしろドイツ人と考えていた。このため、1934年に英米の大学に招かれた時もドイツからの出国を拒んだ。にもかかわらず、1935年、彼はユダヤ人として教職を終われ、1938年には親なちの数学者ビーベルバッハの先導によって、 プロイセン学士院から追放された。このため1939年にパレスチナへ移住し、貧困と屈辱を忍びつつ晩年を送った。彼は66歳の誕生日にテルアビブで死んだ。フロベニウスに支持し、軍の表現について取り組んだが、組み合わせ論や数論にも、あるいは理論物理学にまでも手がけた。 今日おそらく宗羅の業績として最もよく知られたものは宗羅文化の存在に関することと軍標言論に関する宗羅の補題であろう。リヒャルトバウアー、ベルンハルトノイマン、ハインズ・プルーファー、リヒャルトラードなどの弟子がいる。宗羅の講義は学生たちに非常に人気であった。1929年、ソビエト連邦科学アカデミーの外国人客員として選出された。 出版に際して、シューアは、アイシェアとジェシェアの両方を著者名に用いており。これはしばしば混乱を招く。バイオグラフィーオブ・ワルター・レイダーモン・ハットシェア。イ、ゼネラル・インフォアット WWW。ドラス。R。ユー・ハットレイダーモン。W。一切シェア＆ヒズ。スクール・インベルリン。ブル。ロンドン・マス。ソック。十五。九十七百六。ドイ。十点一一一二。BLMS。 15.297ありがとうございます。